東京母食は、小津康二郎監督による1957年の日本映画。小津にとっては、最後の白黒作品であり、昭和の大女優、山田鈴が出演した、唯一の小津作品でもある。東京母食は、ジェームズ・リーンの代表作である、ハリウッド映画、エデンの東の小津的な本案とされる。どちらも妻が出版しているが、エデンの東では兄弟だった子供たちが、 姉妹に置き換えられている。次女秋子役に当初騎手稽古を想定していたが、雪国の撮影が伸びてスケジュールが合わなくなったため、有馬稲子がキャスティングされた。本作は戦後のオズ作品の中でも際立って暗い作品である。内容の暗さも去ることながら、実際に暗い夜の場面も多く、秋子役の有馬稲子は前編を通じて笑顔がない。 このような内容に、共同脚本の野田公吾は本作に対して終始批判的であり、脚本執筆でもしばしば、オズと対立、完成作品に対しても否定的だったとされる。オズ当人は、自信を持って送り出した作品だったが、同年のキネマ旬報日本映画ランキングで19位で、あったことからわかるように一般的には、失敗作とみなされ、オズは、自嘲気味に、 何たって19位の監督だからねと語っていたという。ヨナハ淳は、杉山修吉が、刑場へ赴任した時に妻が出奔した点に着目する。彼は、戸田家の兄弟での天心、宗方姉妹の大連と合わせて、天心大連刑場という一連の地名の連鎖に、志賀直也の暗夜航路の影響を見る。菅井の旦那役の菅原つゆは、悲願家、秋日和など、 戦後のオズ作品にワンポイントでよく出ているが、本職は俳優ではなく実業家であり、昭和電工事件への関与も疑われた人物。劇中、川口が秋子の苦境を面白おかしく語るシーンで、高橋定治は当時人気があった野球解説者、小西徳郎の口調を真似ている。なんと、申しますかは、小西のよく使ったフレーズ。 銀行で働く杉山修吉は、次女の秋子と二人暮らし。しかし、長女の講師は、夫との折り合いが悪く、幼い娘を連れて実家に戻っている。秋子は、英文即記の学生だが、遊び人の川口など、蘇生の良くないグループとと付き合うようになり、その中の一人である木村と肉体関係を持ち、密かに彼の子を見ごもっていた。中絶費用を手に入れるため、は、 おばの重子に金を借りようとするが断られ、重子からこれを聞いた周吉は、いぶかしく思うが、秋子は誰にも、本当のことを言おうとしない。秋子は木村に相談するが彼には全く誠意が、見られず、その後木村は秋子を避けるようになる。秋子は、グループのメンバーが、しばしば利用している雀荘の女主人、菊子が、自分のことを尋ねていたと聞き、彼女こそ、 自分の母ではないかと疑うようになる。母はかつて周吉が刑場に赴任していた時に周吉の部下と深い仲になり出奔していたのだった。ある日、重子がも吉と講師を訪れ町で偶然菊子と出会って近況を聞いたと告げる。講師は雀荘を訪れて菊子に会い、菊子が母親であることを秋子には言わないでほしいと頼む。秋子は 周吉の友人に嘘をついて借りた金で、中絶手術を受けた後、菊子がやはり母親だったことを知る。自分が、本当に、父の子なのかを疑っている秋子はそのことを母に正す。母はあなたは本当に、私たちの子だというが秋子の疑いは晴れない。すべてに絶望した秋子は、自殺をくわだて、踏切で列車に飛び込む。病院のベッドでは、死にたくないと繰り返した。 アキコだったが間もなく死んでしまう。数日後、喪服姿の講師が雀荘を訪れ、キクコにアキコの死を告げる。その後、講師は、もう一度生活をやり直そうと夫の元へ戻る、決心をする。一方、キクコは、東京から離れるため、共に雀荘を経営していた、中年男、相島、中村信夫の誘いに乗って、室蘭へと移転していく。ありがとうございます。